白い国城は現在の福岡県築城郡築城町沢田にある日本の城跡、かやきれ城などの別名がある。1195年、源頼朝によって武前守護職に任ぜられた宇都宮信房が築城し、武前宇都宮市の居城となった。後に宇都宮市は白石と改名するが、この城の重要性は変わることなく、白い国城を中心に、 白石は、無前の勢力を保った。時代は、流れ、戦国時代になっても、周囲の勢力の変遷に翻弄されながらも、白は一度として侵されることなく存続した。しかし1586年より始まる豊臣秀吉の九州征伐によって、白石当主、白石下房も秀吉に従うこととなった。1587年、秀吉は、神保に、 伊予国への違法を命じたが、不祖伝来の地を守りたい一心の白井重草はそれに反発。秀吉によって、武前六軍の領主となった黒田義高と不穏な空気が流れることとなった。陳亡の心情をよく知る毛利勝信は、陳亡に一度、白い国城を出て、その後に、秀吉への嘆願を行うことを提案し、陳亡は白い国城を明け渡した。 勝信は秀吉へ、白石違法を中止するように訴えたが、秀吉は、ガンとして、これを拒否。チンはついに決断し、同年10月、白石国城を吸収し、脱会。牢城して、豊臣軍を迎え撃つこととなった。また、武前最大の国人領主である白石の放棄に、呼応する形で、武前国人一揆が発生することになった。地の利のある、チンは、 ゲディラ作戦により攻撃してきた黒田長政が率いる豊臣軍を撃退。陳坊は本領安土と陳坊の十三歳になる娘、鶴姫を人質とすることを条件に和議を受け入れた。1588年、陳坊は長政の招きにより中津城へ向かったが、吉高が長政に授けた暴略により、陳坊は窮地にて主演の席で暴殺された。 城下の合わせ元寺に留め置かれた部下及び白い国城のルズを守っていた沈暴の父、長房屋、家臣団も相当された。さらに、肥後国人一気鎮圧のため黒田義隆に同行して、肥後にいた嫡男、友房も義隆に暗殺された。鶴姫は山国川の千本松河原ので、貼り付けの刑を受け残殺された。こうして、大名としての白石は滅亡した。 ありがとうございます。